平野紫仕様の実定、平野離宮、陸が12月20日に CD デビュー決定。兄弟曲、ダウト・イットの先行配信がスタート。日本のエンターテインメントシーンに新たな才能が登場しました。平野紫仕様の実定で、吉友を拠点に活動する平野ノ離宮、通称、陸が12月20日にファーストシングル、ダウト・イットで CD デビューを果たします。この記事では、陸の背景やデビューに至るまでのストーリー、 そして新曲、ダオトイットについての情報を探ります。1. 点、ヘイヤリキュー、陸のプロフィールとバックグラウンド。ヘイヤリキューは、平野紫仕様の実弟として生まれました。幼少の頃からダンス、ボーカル、ラップなどに親しんでおり、その才能は早くから注目を集めていました。21歳でアパレルブランド、RKSRICKY を立ち上げ、2022年にアーティスト、ヘイヤリキュー、 としての活動を再開しました。地元名古屋でのボーカルとダンスのハードトレーニングを積み重ね、メジャーデビューを目指して準備を進めてきました。日展、準備期間と活動。陸は、自身のキャリアを築くために地道な努力を惜しまなかったようです。地元名古屋でのイベント開催やハードトレーニングを通じて、音楽活動における確かな基盤を築いてきました。特に、アーティストとしての再スタートをきっかけに、 地元のプロデュースユニット NU Candy との協力が陸のキャリアにおいて大きな役割を果たしました。3点、デビューシングル、ダウトイット。リクのデビューシングル、ダウトイットは、そのアーティストとしての新たな挑戦の成果が現れたものとされています。プロデュースユニット NU Candy との綿密なミーティングを経て制作されたこの楽曲は、リリック。 トラック、すべてにおいて、リクとクリエイティブメンバー全員の新しいエンターテインメントへの情熱が感じられるとされています。4点、楽曲の特徴と魅力。ダウトイットは、陸のアーティストとしての幅広い才能を示す楽曲です。リリックには彼自身の視点からのメッセージが込められ、トラックは独自のサウンドでリスナーを引き込むものとなっています。初回版 A、B、C のジャケット違い3形態を同時リリースするなど、 デビューシングルにおいてもその豊かな表現力と独自性が発揮されています。5点、収録曲とその魅力。デビューシングルには表題曲、ダウトイットの他にも、完全未公開の新曲、細胞レベルで恋してる、ストゥーピッドが収録されています。各曲のインストゥルメンタルも含め、全6曲がファンに届けられる予定です。これらの曲は、陸の多彩な表現力と音楽への情熱が凝縮されたものとされています。 a r リキュー、リクの CD デビューは、彼の長い努力と才能が結実した瞬間です。アーティストとしての再スタートをきっかけに、彼の地元名古屋での活動やプロデュースユニット、NU キャンディーとの協力が、新曲、ダウトイットを生み出す原動力となりました。デビューシングルは、その豊かな表現力と多岐にわたる才能を示すものとして、ファンや音楽愛好者にとって注目すべき一枚となるでしょう。 陸の今後の活躍に期待が高まります。